サッカー J1 のサンフレッチェ広島と広島市が広島広域公園にある第一球技場の命名権使用の契約を結びました。広島市役所であった締結式にはサンフレッチェの千田社長と松井市長が出席、契約書を交わしました。広島市安佐南区にある広島広域公園第一球技場は今回の命名権取得で新たな名称がサンフレッチェビレッジ広島第一球技場となります。契約期間は6月1日からの5年間で、命名権料は税込みで年間242万円です。サッカー王国でありスポーツ王国広島ですから、その大きな発信拠点の、中核としてですね、子どもたちの歓声が聞けて楽しみだよねっていう、そういう施設にしたいという。松井市長は市民が集まる憩いの場としての期待を寄せていました。